ある野菜に病気や災いを封じ込め、無病息災を祈願する一風変わった伝統の祭りが太良町の寺で始まっています。病気や災いを封じ込めるのは、成分のほとんどが水分でできているきゅうりです。太良町にある竹崎観世音寺で500年以上続く夏の伝統行事、きゅうり封じ祭り。なぜきゅうりなのか。それは真夏の厳しい暑さをきゅうりのみずみずしさにあやかって乗り切ろうとしたのが始まりと伝えられています。祭壇に積まれているのは、参拝者がそれぞれ持参したきゅうり。無病息災の願い事が書かれています。このあと寺の住職がごまを炊きながら一本一本に病気や災いを封じ込めていきました。もう家族の健康と世界平和です。安心ですね。やっぱりちゃんとこのきゅうり封じを越さないと夏バテもしないようにね。ただ祭りはこれで終わりではありません。きゅうりに封じ込めるのはこんな理由もあるんです。向こうにこうきゅうり置くところがあるんですけど、それをね置いとってまたお祓いもしてもらったら、もうしばらくの間にもう なくなるんです、きゅうりが。なんとお祓いを終えたきゅうりを本殿の裏の塚に奉納すると、およそ1ヶ月後にはなくなっているというのです。とは言っても怪奇現象というわけではなく、きゅうりは成分の9割以上が水分だというのが主な理由。水分は蒸発、他は土の微生物に分解されてなくなり、同時に封じ込めた病気や災いなどもなくなるのです。ご自分のことはもちろんのことですね、大切なご家族やご友人のことなど、皆さんのことをお祈りしていただければと思います。きゅうり封じ祭りは今月5日までの5日間開かれていて、例年およそ100本のきゅうりが奉納されます。